今日は、子どもたちが楽しくなるような図書館を作りました。すごくカラフルで元気いっぱいの部屋です。どうぞ一度見に来てください。失礼します。子どものお城であるべき図書室が、大人の会議室みたいな、無味乾燥とまではいかなくてもですね、そういうような感じの部屋だったので、じゃあぜひ子どものためのお城である図書室とか、それからもう一つ、少人数でお勉強したり、児童会の会議をしたり、あと先生方もちょっと打ち合わせをしたりというような多目的な部屋を改装のお手伝いいただけないかということでお話しさせていただきました。で、心よく引き受けていただきましてですね、北欧家具ということで、素晴らしいこう色使いとですね、デザインのものがですね整って、今日も子どもたち大喜びだったと思うんですけども、描いていた子どもたちのお城に一歩近づけたかなというような気がしてます。細かなそれぞれの部屋の採寸からですね、どういうものを入れたいんだとか、こう何回か打ち合わせをしたり、あとデザイナーさんがラフスケッチを書いて、こういうのでどうでしょうかっていうご提案を具体的に煮詰めていただいたりですね、そういうのを経て、本日を迎えたということになります。とにかく子どもたちがいつでも入れて、いつでも自由な姿勢でですね、本に親しめると、ぜひ一人でも多く子どもたちが通ってくれるような図書室になればなと思っております。いつでも入れる楽しい図書館にしました。ぜひ自分が読んでみたいなっていう本を探して、思いっきり本に親しんでほしいなと思っています。ぜひ活用してください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。